こら、もうテレビを消しなさい。母はテレビというものが嫌いだ。だから、俺がテレビを見ていると、毎回こんな風に叱られてしまう。見ていても何も言われないのは、ニュースと教育番組くらいだろう。でも、俺は母がなぜそんな風に言うのかを知っている。変な男に引っかかるより、君のような誠実な男性と。俺は三浦雄太。いわゆる母子家庭で、父親の顔は一度も見たことがない。俺の年齢は30歳。今は大手製薬会社の研究員として毎日を送っている。仕事や職場に文句はないし、給料もこのご時世悪くない額をもらっているとは思う。ただ残念ながら、まだ未婚だし、彼女もいない。こればかりは仕方ないよな。未婚、彼女がいない。その事実に寂しさや惨めさを感じることは多々あるが、こればかりは巡り合わせだと考えている。とはいえ、年齢を考えると、そろそろ自分からどんどん動かないといけないタイミングでもあるのだが。うん？さて、そんな俺はある日、出勤途中に異様な光景を目の当たりにした。一人の男が突然倒れて苦しみ始めたのである。周囲の人間は見て見ぬふりを貫いている。決して少なくない数の通行人が行き交っているのに、面倒ごとに巻き込まれるのはごめんと思っているのか、誰も助けようとしない。一体いつから日本はみんな冷たくなってしまったのだろうか。大丈夫ですか？俺は悲しい気持ちになりながらも大慌てで男に駆け寄り、救急車を呼ぶ。そして駆けつけた救急隊員の手で彼は搬送されたのだが。え？そうなんですか？それから一週間後、俺は驚くべき事実を知らされた。先日俺が助けた男は結城ジョージという大物俳優だったのだ。インターネットで調べてみると記事がたくさんヒットするし、出演したドラマや映画の数はそれこそ数えきれない。文字通り俺からすれば雲の上のお方だった。お前本当にテレビとか見ないんだな。すみません、俺は苦笑する。それはさておき、結城さんはすでに退院し、俺に何かお礼をしたいと言っているそうだ。光栄な話ではあるが、俺は即答できなかった。俺が結城さんを助けたのは、苦しんでいる人を放っておけなかったからだ。人として当然のことをしたに過ぎない。俺、別にお礼が欲しくて助けたわけじゃないですよ。そう言うな。名誉なことなんだから、ちゃんとご厚意は受けるのが筋だぞ。はあ。数日後、俺は高級料亭で結城さんとの再会を果たすことになった。こんな店があるんだな。高級料亭に入った俺は、その風格や雰囲気に思わず圧倒されてしまう。初めて来たし、こんな店に来るのは有名芸能人や政治家といった類の人間だけだ。
少なくとも俺のような人間とは一切縁のない場所である。先日は本当にありがとうございました。俺の顔を見るなり、結城さんは嬉しそうに微笑んだ。そして大物俳優とはとても思えぬ低姿勢な素振りで一礼する。彼は本当に物腰柔らかな性格だった。とんでもないです。お元気そうで安心しました。この後俺たちは世間話やたわいのない話をしたが、俺が現在30歳かつ独身であることを知るなり、結城さんはそれならとある提案をしてきた。実は若手の女優を可愛がっていてね、その子の相手を探しているんだが、よかったら一度会ってみないか？え？結城さんが差し出した携帯には、その若手女優とやらの写真が表示されている。写っていたのは大層綺麗な女性。この人って。そこに写っていたのは大野明日香。芸能界に疎い俺だって知っている女優だ。毎日のようにドラマや CM でその姿を見ている。おや、知っているのかね？そりゃ知ってますよ。でも。だが、はいそうですかと首を縦に振るわけにもいかない。俺なんて単なるサラリーマンだ。それが人気女優と結婚するだなんて。彼女は子役の頃から面倒を見ているんだが、知っての通り、芸能界は何もかも綺麗な場所というわけでもない。変な男に引っかかるより、君のような誠実な男性とくっついてもらいたいんだよ。なるほど。確かに言っていることには一理あった。それに、せっかくのご好意を踏みにじるわけにもいかない。わかりました。お受けしたいと思います。こうして俺は首を縦に振ってしまった。断れなかったのである。数日後、同じ料亭を再度訪れた俺は、そこでテレビに映っている人物と同じ相手と遭遇した。はじめまして。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。こうして俺たちのお見合いが始まった。俺は早々に気づいたが、大野さんは芸能界での諸々に少なからず疲弊していた。黒い噂も少なからず存在する世界で、嫌なものもたびたび見てきたのだろう。一見すると華やかに見える芸能界だが、その裏に一体何があるかは考えたくもない。薬物や暴力沙汰で捕まるタレントや俳優は後を絶たないし、そのニュースや報道で週刊誌はいつも持ちきりだ。できることなら俺だって正直関わりを持ちたくない世界ではある。結城さんとは長いお付き合いだそうですね。ええ、まだ子役だった頃からお世話になっています。芸能界でのお父さんですね。この後、大野さんは、これは他言無用ですが、と前置きした上で話し出す。結城さんは表向き独身という形ですが、本当はお子さんがいるそうです。お子さんが？ええ。でも、相手の妊娠が判明するや否や、事務所の社長から別れるよう脅されて、
それで実際に会ったことはなく、その寂しさを埋めるために私を世話してくれたんだと思います。なるほど。それでもこの後、俺たちは大いに話を盛り上げた。最終的には次に会う約束まで交わしてしまった次第だ。俺と大野さんはいろいろと馬があった。浮かれてしまっただけかもしれないが、俺はこの人とならうまくやれるかも、と内心で思ってしまった部分もある。ただ、会った相手が相手だ。下手なことを言ったら大変なことになりそうなので、俺は母さんや会社の人たちには何も言わないようにしようと決めた。数日後、突然結城さんから連絡が入った。どうしても会って話がしたいらしい。俺、何かまずいことでもしたんだろうか。俺は戦々恐々としてしまったが、予想に反して結城さんは穏やかな表情を浮かべていた。いつも通りの温厚な様子だ。急に呼び出してすまない。一体何があったんですか？大変申し訳ないんだが。結城さんは、アスカとの縁談はなかったことにしてほしい、と気まずそうに続けた。え？ああ、全然大丈夫ですよ。ただ、俺は苦笑する。ショックでも何でもない。もともと全く釣り合わない話だったし、俺自身内心しんどいものを感じていたからだ。そうですよね。だけど、少しだけ夢は見れました。ありがとうございます。ただ、結城さんは、そういうわけでもないんだ、と首を横に振った。そういうわけでもない？ああ、彼女に問題があるわけではなく、私と君の母に少しね。え？俺は詳しく聞こうとしたが、結城さんはたちまち押し黙ってしまった。実はね。重苦しい空気が漂ったが、それでも結城さんはやがて口を開く。20代の頃、私はお忍びでとある女性と交際していた。そして若気の至りからか、彼女を妊娠させてしまったんだ。結城さんは苦々しい口調で続けた。私は本気で彼女を愛していた。そして彼女も私の子を産みたいと言ってくれた。そこで結城さんは事務所の社長に相談したという。だが社長は猛反対し、どんな理由があろうとも絶対許さないと告げたという。二人はそれでも説得を試みた。だが若い新人俳優二人ではどうすることもできなかった。結婚は諦める。だが子供だけは産ませてほしい。最終的な着地点はここだった。結城さんは一生会わないことと決して口外しないことを条件として、ようやく社長を納得させることができたらしい。まさか。そのまさかだよ。何を隠そう、彼女は君の母親なんだ。信じられない事実が俺に突きつけられた。話を聞いている中で、うすうす察してはいたが、まさか本当だったとは。ちょっと待ってくださいよ。意味がわかりませんよ。
俺はひどくうろたえるが、結城さんは、君の母親がテレビを憎んでいる理由、それは他でもない私の責任だ。彼女はテレビの世界と私を憎んでいる、と続ける。こんなこと、現実にあるのか。君と話しているうちに、もしや、と思った。そこで、申し訳ないんだが、更新所を使って、いろいろと調べさせてもらった次第だよ。結城さんは、だが、と付け加えた。実の息子という理由で、アスカとのお見合いをセッティングしたわけじゃない。君の人間性に心底惚れ込んだからこそ、私は彼女と一緒になってほしいと思ったんだ。しかし、これは君のお母さんが許さない。そう思うと怖くなってしまったから、この話をなかったことにしたいと考えた。そして、結城さんは、二度と俺と会わないことを誓って、立ち去ろうとする。待ってくださいよ。だが俺は彼を呼び止めた。別に、そんなこと言わなくてもいいじゃないですか。多分、これは運命なのだ。いろいろな偶然が重なり合って、一度はバラバラになった家族が再び巡り合った。この再会には理由がある。俺はこの瞬間、それを強く実感した。半年後、大野アスカの電撃引退が発表された。アスカちゃんは引退するんだってよ。そうなんですか。残念ですね。どうしてアスカさんが引退するのか。とても課長に真実は教えられない。結城さんが真実を語った日、俺はすぐさま母に連絡した。母は結城さんのことを恨んではおらず、人知れずいつも応援していた。だから二人は再会するなり、かつての関係に戻ることができた。そして、アスカさんが引退する理由は、俺と結婚するためだ。こうして俺たちは、ものすごい勢いで、四人家族となってしまったわけである。人生わからないものだな。仕事に戻りながら、俺は感慨深い気持ちになる。でも同時に、自分は幸せだ、と確かな実感を持ててもいた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。